ちは、エラホルケースです。昨年、キックスターターでスタートした ID ナンバーラインは順調に開発を進めています。7万人以上のバッカーの人たちがこのプロジェクトに参加してくれて、強いっていう大きな力をもらっています。大変心地いいプレッシャーを感じながらゲーム作りを順調に進めています。でこういう夢をバッカーの人たちに叶えてもらってですね、とってもいい形で進むことができています。また、僕自身もですね、たくさんの人たちから要望を受けてですね、いろんな国へ行っていろんな国の人たちと、話をさせてもらってですね、期待、僕自身に期待してくれている部分もありますし、 ID ナンバーラインにも、期待してくれているということでですね、とても、楽しく、させてもらっています。バッカーの人たちの熱い思いをより伝えるために、僕たちがもともとやらなきゃいけないことがいっぱいあるなというふうに感じています。それは、これからこの YT ナンバーナインっていうプロジェクト自体をですね、ただ単にゲームに終わらせずにですね、一つの大きなコンテンツとして、世界中に広げていきたいなと思って、それをですね、さらにたくさんのファンの方にサポートしてもらえればなという気持ちでいます。世界中でやっぱりいろんな人たちとマイティナンバーナインの話をさせてもらうとですね、すごくいろんなことを一緒にやりたいっていうことを言ってもらえる人たちがいるんですね。いろんな会社のパートナーになりたいっていうことでですね、ただゲームに限らずですね、映像であったりとかいろんなものでですね、一緒に組めないかっていうことを言ってもらえるありがたいことなんですよ。本当に自分たちも新しいコンテンツを作り出していくんだってことで、いろんな人たちがこのプロジェクト協議を作って、いろんな形で取り組みたい。ただ、ファンの方々だけじゃなくて、いろんな人たちの力が集結しそうな感じで今進んでいます。7万人以上のバッカーの力で集まったお金っていうのはですね、本当に自分たちにとって、十分な制作費となってですね、作らせてもらって、その中でですね、より一番のものを作っていくということで、すごくいい出事だと感じていますけれども、もっともっとやっぱりこのゲームを、広げていく方法というのもあるのかなというのを考えています。バッカーの方からですね、いろんな欲望をやっぱり欲が出るので、僕たちもそうですけども、ファンの方々も欲が出てですね、こういうこともやりたい、ああいうこともやりたいって言ってもらえて、本当に一緒にゲーム作っている感覚でやられてですね、でもその中でやっぱり今 のゲーム作り以外の部分でですね、もっともっと追加していける部分、もっともっと面白くしていける部分っていうのが、できるんじゃないかなというふうには今感じているんですね。その辺で、もっと面白いゲーム作り、これ以上の面白いゲーム作り、これ以上の面白いコンテンツの広げ方みたいな部分を今模索しています。私たちは新しく、ファンドを募ることにしました。今までの、ゲームというのはもちろん、以前のキックスターターでのファンドの中でやっていきますけれども、これから先もっともっとゲームを進化させていくにあたりですね、新しいファンド、追加ファンドという形でですね、皆さんの協力が必要になります。もちろん新しいストレッチゴールであったりとか、新しい、コンテンツっていうのをこの中で、しっかりと出していきますので、もし賛同してもらえる方がいればですね、ぜひ私たちの仲間になってください。昨年から始まったマイティナンバーナインプロジェクトですけれども、本当にたくさんのファンの人たちから声援、応援をしていただいてですね、どの国に行ってもマイティ頑張れ、マイティ頑張れというところでですね、すごい声をかけられます。こんだけまだ始まったばっかりのプロジェクトがこんだけたくさんの人たちに愛されて期待されているということは、本当にゲームクリエイターとして感無量でですね、これからももっとこのマイティナンバーナインを、皆さんにしっかりと届けていきたいなっていう気持ちでいます。
そのために今回さらに皆さんの力を借りたいと、もっともっとたくさんの人たちの力を借りてですね、もっともっと素晴らしいコンテンツとして仕上げていきたい。もちろんゲームに手を抜くわけではなくてですね、ゲーム以外も広げてゲームにつなげていくっていうことも考えながらですね、いいゲーム作りっていうのを目指しております。でたくさんの人たちの力があればこそ、マイティはどん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 積み重なってですね、ファンの力でパワーを得ていくという形になりますので、ぜひ皆さんのサポートをよろしくお願いします。これからもっともっと頑張っていきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。新しくというかですね、バンドを再開する形になりますけども、もちろん新しく、やってもらうっていう部分もあるんですけど、今バックしてくれてる人たちがですね、もっともっとこういう風にしたいとか、もっともっとこういうシステムであったりとか、こういう遊びを入れてほしいっていう要望もすごく多いんですね。でその要望を叶えていこうとするとですね、今の、お金の中でやるっていうのはちょっと難しくなってくるんで、その要望を叶えるためにもですね、皆さんの協力していただければなっていうふうに考えてます。 So, we are doing this campaign in order to make the game even better. Obviously, everything that happened in the Kickstarter is going to happen, but there have been so many voices for people who want new functionality, new characters, new mechanics, newjust features in the game that we want to deliver, that we want to make sure those get integrated into the game itself, which is why we want to make Mighty No. 9 even mightier, and we need everyone's help. そしてですね、今やってるゲームがお金が足りないとか、そういうネガティブなことではないです。今のゲームを今のまま仕上げていくっていうことでは、全然十分なお金があるんですけども、今後もっともっと、面白いというかですね、もっとコンテンツを入れていくような形にしていくには、もうちょっと資金が必要になってくるっていうのがありますし、今までやっぱりバックできなかった、ここのゲーム作りに参加できなかった人たちにぜひ参加してもらいたいっていう両面があります。 So the objective is twofold, and obviously we want to make the game better. It's not that we've run out of money. You guys have supported us so much, and the game that we promised is going to be delivered. However, that said, we have received a lot of feedback of fans who wanted to participate in the Kickstarter but either missed it, didn't hear about it, or whatever the reason was. This is the second chance for you guys to help contribute and be a part of this game creating process. So everything that goes into this is going to make the game better than what the Kickstarter version was.はい、あと今回ですね、ちょっとでも早く触ってもらおうということでですね、Steam のアーリーアクセスっていうのをですね、設定してます。あの、And because I want everyone to play this game as soon as possible, we are going to be doing a Steam Early Access campaign. はい、ゲームの発売はですね、2015年の春ということでですね、まだもうちょっと時間かかるんですけども、アリアクセス自体は年内に開始したいと思ってます。The game itself is slated for spring of 2015. However, we are doing everything that we can to give you guys early access before next year. ゲームが順調なんで、年内にはですね、皆さんに触ってもらってフィードバックをもらえる形でですね、やりたいなっていうふうに思ってるんで、ぜひ、先に触ってもらってですね、声をもらいたいなと思ってます。And of course, one reason that I am putting this on early access is because all of your voices mean so much to me. I want to see what people think. I want to hear what the feedback is before I call this game complete. So this is an opportunity for all of us to make this game as good as it can be. やっぱりみんなの声をですね、
ゲームにしている部分がありますけど、声だけじゃなくてですね、みんなの指先をゲームにしたいなと思ってるんで、みんなの指先の反応みたいな部分をですね、ぜひ声としていただいて、さらにこのゲームの手触りを良くしていきたいなと思ってます。And of course the fans' voices is one thing, but I want to borrow everyone's thumbs too. What your thumbs do is what makes this game amazing. So tell me how it feels, tell me how it plays, tell me everything that you experience while playing this game. We want your thumbs. はい、本当みんなの力がなければですね、なかなかうまく動いていきませんけども、みんなの力と自分たちの力でですね、ぜひこのプロジェクトをもっともっといいものにしていきましょう。 So I want to wrap up and say it is everyone's strength, everyone's contributions that is what makes this game great. So there is stillMore content we can add. There's still so much I want to do and go further than what the Kickstarter promised. So please let us everyone do this together. あとさっき見せたアニメですけども、アニメ制作してる側がですね、スポンサーを探してますということでですね。この中に、大金持ちいませんか? So, the anime that we showed you earlier, I'm being told the anime production company is looking for rich sponsors. So, come talk to us afterwards. 大金持ちがいたらですね、僕たちと一緒にアニメ作りましょう。 So, this is your opportunity to make an anime as well. まあ、お金持ちでなくてもですね、僕たちと一緒にやっていける方法もあるかと思いますけども、ぜひ、一緒にアニメの方もですね、進行させていきたいなと思ってます。スポンサー募集してるんで、お金持ちの知り合いがいたら声をかけておいてください。So again, you don't have to be rich to support the project. You know, there's Mighty No. 9, there are so many ways your voice can make the game better. But if you do have any rich friends, I know some animators who want to help, so introduce them to us. はい、本当あっという間の1時間ですけども、本当皆さんとこうやって、話できてですね、本当楽しかったですし、本当に力もらえてます。ファンのすごい熱い思いがですね、ひしひしと伝わってくるんで、これから先あと20年はゲーム作れるかなと思います。So again, I can't believe it's already been an hour that we've been talking, and you know, one thing that I do want to point out is all the passion and all the energy that I can feel radiating towards me, or maybe just the AC, I don't know. And either way, it has been an absolute pleasure and blast talking to everyone today, and I promise you I will probably be making games for the next 20 years too. Thank you. Thank you very much, everyone. Thank you.